何来た？は？めっちゃ来てる。ちょっと待って。はい、どうもみなさんこんにちは、たいよんです。今日もアークサバイバルエボルブルやっていきたいなと思います。今回こそはですね、前回ね、また予定変わって育地用のテーマになってしまったんですが、今回こそはオイルとかね、真珠探しに行こうかなと思います。本日のミッション、オイルと真珠を変えていから採取せよ。で、前回終わった後にですね、育地をなんですけども、また別な子をね、仲間にしまして、高レベル帯のね、育地をがいたので、そちらをね、テイムしてきました。でね、ここ恐竜とか入んないように一応ね囲ってみました。あとは餌箱を置いて、ご飯ね食べられるようにしました。昨日最後にテイムできたのはこの育長23レベなんですけども、こちらの116レベこちらの子をね、テイムしました。よっと、体力がちょっと少なすぎるな。体力やたら少ないな。本当にスピードはさすがに速いんですけど、でサメもね、後々はなんか高レベル帯捕まえたいですね。あとはスピードも欲しいかな。ちょっとやっぱパチンコとかはいらないとして、お肉は持っといて、よし、周囲の確認大事だね。なんで今回はその真珠とかね、オイル取りに行こうかなと思います。で、基本的に海底にあるんですけど、なんか浅瀬とかにあるといいんですけどね。ちょっと待てよ、よっと、で、ここら辺結構危険だったんですけど、あっち側どうだろうな。ちょっとあっち側に行ってみよっか。あっち側もだいぶ危険ではあったんですけど、今回はね、他の子いてもテイムとかには目もくれず行きたいなとは思ってますけどもね。よし、行くぞ。てか視界が悪いな。てかここら辺にもあるんじゃない？これあるじゃん。てかあれ来てない？くっそ、いや、めっちゃ来てるじゃん。この野郎、なめるな。こっちとらね、育ってるんですよ。くっ、こっちとら鍛えてる。鍛え方が違うんじゃ。鍛え方が、ガブガブガブ、うちのメガネを舐めるな。ガブガブ、もう顎の力がね全然違いますから、うちの子は。で、これです。このピカッと光ってるやつ、これ変なのいないよね、本当に。なんだあいつ。で、一応
これついてこいにしといて、これほら真珠。これこれ、これ重いのかな真珠って。もう今持っててるから、あとはオイルが来てる？お、来てる来てる。ん？なんかいる。あ、大丈夫か。ん？あれサメ？なんか近づいてない？は？あいつくちばしのやつか。会いたいけど一旦浮上するか。なのでプレシオがいないあたりのオイルをゲットしときたい。お、ここら辺あるけどなんかいる？いや怖っ。大丈夫？ここら辺何もいない？いない？オッケーオッケー、今のうち。なんかいるぞ。何来た？は？めっちゃ来てる。ちょっと待って、だから嫌だったんだよ。来てる？来てる来てる。やだー、もうやだよ。帰る。家に帰る。てか家どこだ？あっちかな。マジ危ない。でプレシオは浅瀬まで上がってこれないので、まあ上に逃げればある程度安心なんですけど、全然気づかなかった今。てかサメいるし。お前もか。クラゲもいるな。サメはちなみに浅瀬でも全然活動できるので。イルカくん危ないよ。よし。あ、ここでいいじゃん。ここなんかいるけど、ここでガツガツと。このぐらいにしとこ。うん、ちょっと重くなってる。石は捨てて、よしよしよし。いや、このぐらい取れれば収穫だよ。とは家帰ろう。お、ちょうどいいぞ。よーし。いいじゃん。で、この子も、パッシブにしとくと。もう一匹いた子もいたんだけど、まあ、いっか。よっと。よし。
なんだこの前、可愛いんだけど。可愛い。メガロドンの上に口を。めっちゃ可愛いじゃん。これはいいよ。まあ、そんなことはさておき、帰ろう。よし。よいしょと。よーし。はい。まあ、てなところですね。まあ、雨は降ってきてしまったんですけども、まあ、今回は、まあ、意外にね、あの拠点の、まあ、近くにも、まあ、オイルがあったので、まあ、そこまで行ってみたんですけども、まあ、案の定ね、あの、プレシオっていう、まあ、海底にいる、まあ、猛獣にね、まあ、襲われてしまいましたが、なんとかね、真珠、そしてオイルをね、ゲットすることができました。たっぷりね。まあ、これだけあればしばらくはいいかなっては思うんですけども、まあ、これを使ってね、まあ、作る、まあ、素材とかもあるので、まあ、そちらもね、まあ、集めに行きたいなと思います。まあ、あとは、まあ、海のね、生活もだいぶ充実してきて、まあ、イクチオもね、あの、3匹になったりもしてますので、まあ、海の散歩もね、まあ、行きやすくなってきました。まあ、あとは、まあ、陸の生物とかも捕まえつつ、まあ、空のね、まだアルゲンタビスっていうね、あの、欲しがってた、また鳥をね、ゲットできてないので、そちらもね、まあ、探しに行こうかなとは思います。うん。ちょっと。はい。まあ、てなわけでね、今回この辺で終わりにしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。